中和株式会社はかつて存在した日本の不動産会社である。東京都千代田区工事町に本社を置いてマンションやオフィスビルを建設、またバブル期には日本国外での不動産投資も活発に行っていた。しかしながらその後は経営に行き詰まり2005年にアメリカの投資銀行モルガンスタンレーに保有ビルを売却し解散した。なお一部の資産や 管理業務等はレジデンスビルディングマネジメントに引き継がれている。1957年に設立され東京都心を中心に多くの賃貸ビルを建設した。また、周和レジデンスの商標でのマンション販売やオフィスビル事業で業績を伸ばした。バブル期に周和が取得していた海外不動産の一つさらに1980年代後半になると周和は 日本国外における投資にも本格的に進出、創業社長の息子、小林隆二が社長を務めるロサンゼルスの現地法人を拠点としてカリフォルニア州などに多数の不動産を取得した。また、周和は1987年頃からスーパーマーケットチェーンなどの流通業者株を買い集め始めた。流通再編に意欲を見せる周和の社長。 小林茂は中堅スーパー大合同による1兆円企業設立プランを提唱。1989年には経営権を保持しようとするスーパーマーケット2社との間で忠実や稲毛や事件とも呼ばれる攻防が生じた。しかしながら、翌1990年4月になると不動産融資の総量規制と工程部外の引き下げが実施されたことで不動産バブルが急激に崩壊。 当時の借入額が1兆円超であった、週和の資金繰りも急速に悪化した。同年12月に公表された週和が5%以上の株式を保持する、企業群は流通業を中心に、中日や伊勢館、稲毛や丸越、長崎や松坂や泉や東京スタイルなどに及んでおり、週和はこのうち中日や株を担保として差し出すことで、 大英から700億円の融資を得て、倒産を免れた。流通再編に失敗した周和は,は、不動産価格の下落に伴う負債に苦しみ、同様にバブル期に流星を極めながらも、その後経営に行き詰まった、日本の不動産会社、麻布建物 EI イ,イ,インターナショナル第一不動産とともに、エイズと揶揄されることもあった。2005年3月、 引き続き負債を抱えながらも東京都内に16棟のオフィスビルを所有していた修和はアメリカの投資銀行モルガン・スタンレイに保有するビルを約1400億円で売却する方針が明らかとなった。モルガンは買収に先立って各金融機関から修和向け再建を買い集めすでに最大の債権者となっていた。その前月末、修和は 私的整理ガイドラインに基づく再建計画を取りまとめ、中央三井新宅銀行は、周和は向け287億円の再建放棄を発表していた。同年、周和は社名を山城に変更した後、保有ビルをすべて売却した上で解散した。周和外援レジデンス、周和レジデンスは、周和による分譲マンションシリーズで30個から190個規模の 物件が東京都内や埼玉県などで建設、分譲された。シリーズの第1号は1964年3月に竣工した修和青山レジデンスで、これは建築家、足原義信の設計によるものであった。修和レジデンスは1962年の区分所有法施行後、分譲マンション黎明期の東京を代表するマンションシリーズの一つとなった。 多くの物件は共通のデザインコンセプトで建築されており、外観では南欧風の青い瓦屋根と白いスタッコ調とも、言われる独特の塗り壁、黒色の鉄製作を配したバルコニーなどを特徴とする。また、1960年代後半からの第二次マンションブームでは、いわゆる一時取得者向けの物件が大量に供給されたが、周波による 中和外苑レジデンスなどは東京都心において同ブームを代表するマンションの一つであると言われる。中和レジデンスシリーズは全部で30棟以上に及び、大部分の物件は1970年代までに竣工している。特に東京都心の渋谷区や港区などに立地する物件の中には現在でもいわゆるビンテージマンションとして中古住宅市場でも比較的高値で、 取引されているものがある。第1号マンションであるシ和青山レジデンスは、老朽化のための村不動産により、地上26階のタワーマンションに建て替えられる予定。芝パークビルシ和は1982年、東京都港区芝に、地上14階建ての大型オフィスビル、芝パークビルを建設した。芝パークビルは、延べ床面積が10.3万平米で、 全長140メートル、奥行き50メートルの異様から、軍艦ビルと呼ばれるようになり、フロアを大映画り受け本社を置いた時期もあった。2005年には、再建スポンサーとして、集話を買収したモルガン・スタンレー参加の不動産ファンドに所有権が移った。その翌年である2006年、ダヴィンチ・アドバイザーズがこれを購入したが、購入額は1430億円であり、 単独物件として日本国内で最大級の不動産取引となった。ビルの名称は2009年4月1日よりダビンチ芝パークなどへローンを返済できず、さらに2009年12月期決算においても債務超過に陥った。ダビンチアドバイザーズの債権者である中央、三井新宅銀行などはダビンチ芝パークを差し押さえたと同時に名称を芝パークビルへ戻した。 三井住友信託銀行などは2013年に芝パークビルをアジアパシフィックランドアブダビ投資評議会等へ売却しアジアパシフィックランドアブダビ投資評議会等は2015年に再度売却する方針を明らかにした永代通り沿いに1996年10月に完成させ山市証券がほぼ丸ごと借り受け本社を置いていたが 移転から1年余りで、山市は経営破綻した。創業者である小林修は1927年4月21日、東京に生まれた。東京府立実家工業学校を卒業後、はじめは家業の木工家具製造、販売に従事したものの、1957年に修和を設立して独立した。後にライフコーポレーションの創業社長として、 食品流通業界の主要人物の一人となった実業家、清水信二とは大東亜戦争に従軍した際の戦友であり、この縁は周和によるバブル期の流通業界関連株買い占めの端緒の一つとなった。同時期に二人は周和のマンションの上下階の部屋に並んで住んでいたこともある。1988年、日本人が1位から3位までを独占した世界の 富豪ランキングで小林は西武鉄道グループの堤義明、森ビルの森大吉郎に次いで世界第3位にランクされている。中和から退いた後には同社から資産、管理業務等を引き継いだレジデンスビルディングマネジメントの経営にも関与した。小林は2011年4月に死去した。ABCDE 小林茂、日本人。 明大時点講談社 http コロンスラッシュスラッシュロードット j usti.com スラッシュ形式ズスラッシュカリフォルニアスラッシュ c a a p p 4 t a スラッシュ一スラッシュ一六三五ドット html 長野県人バブル日本名層の原点新潮文庫二千十九年 p 二百十六 a b c 米モルガンスタンレー日本の不動産に二千七百億円投資集話など 買収ブルームバーグ二千五年三月三十日、掲載、平成二十三年1二月十八日閲覧、三井トラスト、週話向け債二百八十七億円を放棄、日本経済新聞平成十七年三月一日、AB、山一証券廃業十年、倒産通り移る会社の実力大化の週話ひっそり、解散、日経産業新聞二千七年十一月二十二日、 シューマレジデンスクラブ MS プロジェクトのウェブサイト、平成23年12月18日閲覧1967年2月、竣工。地上7階建て分譲マンションの歴史、不動産情報サイトのムドットコムの村、不動産アーバンネット株式会社、平成23年12月22日閲覧アイラブ氏は、シューマレジデンス株式会社フリーダムコーポレーションのウェブサイト、 平成23年12月18日閲覧 ABC 日本経済新聞平成18年7月4日中東米系ファンドが芝パークビル買収へ総額約1000億円超ロイター2013年8月6日芝パークビル再び売却へ1600億円以上を想定イコール関係筋ロイター2015年12月1日ありがとうございます